コーラ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 。みなさんこんにちは。こんにちは。今日はゆうたが前買ってきた酒豪家のお茶コーラ。お茶コーラ。いや。お茶コーラ。大丈夫ですか。大丈夫です。前何買ってきたんだっけ、静岡で。うなぎコーラ。うなぎコーラに続く第2弾、お茶コーラです。はい。色がまず緑。緑。えー気持ちいい。これこれでコーラだよ。コーラ。そう。じゃあ何入ってるか知らない。お茶コーラって何入ってるかというと、炭酸水、まあいつもブドウ糖、果糖、液糖、そしてなんとこれには緑茶が入ってます。緑茶。はい、緑茶の歌を歌ってください。せーの。何の歌？緑茶の歌。どっけよ。うん、知りません。あ、そうですか。特茶、特茶、特茶、特茶はでんでんでん。でんでんでん。でんでんでん。はい。じゃあ、これ緑茶が入って、あとは、紅花、黄色素、口なし、青色素、いろいろ入ってますが、早速開けてみたいと思います。おいしい。その中に開けられないよ。いい歌やってるよ。うわ、え、ゆうた味見して。やだよ。じゃあ開けます。すなちゃんが味見して、なんか匂いどうなのか。おお、入れすぎちゃダメだよ、こっちゃん。こんな感じ。なんだろうこれ。じゃあさて、ちょっと待って待って、まだ匂いだよ。ああ、この間のね、うなぎコーラの匂いがする。ほら。ね？うん、じゃあ味見てみて。ああ、じゃあちょっと味見してください。はい。普通のコーラって。普通のコーラ？普通のコーラかな。緑茶の味がするかちょっと分かんない。普通のコーラかな。なんだろうね。普通のコーラじゃない、うん、静岡茶を使用しているそうです。はい。まあこの間うなぎコーラも普通の味したもんね。まあお茶の味するっちゃする。うん、匂いはねコーラだな。でもちょっと何とも言えないですね。何とも言えません。何とも言えません。じゃあまた、実はあともう2本違うコーラを買ってきてるので。コーラじゃない、ジュースだよ。ジュース。いや、コーラだよ。コーラだよ。で、そっか、コーラだよ。知らなかった。はい、またその次はそれをやりたいと思います。ではジャケット行きますよ。最初はブンブンジャンジャンゲームパーを出しました。いつもチョキだから。あ、そう。では皆さん待てねー。待て待てしないでねー。でコーラ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 、お茶お茶コーラ、はい、お茶コーラ、はい、お茶コーラ。